はい、大腿部、まずこの腰骨、親指と人差し指で腰骨を挟むようにセットして、ぎゅー、鼠径部圧迫、そして大腿直筋も同時に圧迫で、そのまま直筋を目開けていく。大腿直筋は手のひらの真ん中、基本的に尖った圧 NG ね。で、お皿の位置でその大腿直筋の位置っていうの分かるからね、足の角度注意してください。で、次、横外側後筋も手のひらドーンドーンね、ドーン。で、長径靭帯は、まあ、軽く手根入れるイメージで最初いった方がいいですね。明らかに硬さあるんやったらしっかりやった方がいいね。あ、これ大丈夫よ、そっちから取っといて。これで、次大事なのが、次内転筋狙うんだけど、2パターンあって、まず1つ目、しっかり膝曲げて横に広げてもらう。その時、膝の下にちゃんと支えが来るようにセッティング。そして、内転筋、手のひらドーン。まあ、場合によっては手根使いますけどね、その人の凝り具合によったらね。ドーン。で、もう一個のやり方が、この足ね、コロコロっと転がして、このままできます。股関節柔らかい人やったらいけますからね。お母さんもできるタイプ。ベター、ベター。で、内側後筋忘れずに。内側後筋、お皿の斜め上にある内側後筋、母趾でします。で、そのさらに深いところ、このズボンのラインですね、大体この辺が内転筋。以上です。